CF モントリオールはカナダの都市モントリオールをホームタウンとするアメリカ合衆国及びカナダのプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ2020年までのチーム名はモントリオールインパクトイタリア系移民のサプトケによって設立された MLS に所属するチームの中では唯一フランス語圏のチームとなり名称にも英語とフランス語の2つがあり チームのモットーもトポア・ギャグナート、フランス語である。本拠地はスタッド・サプトだが、大きな試合の場合は、収容人数の多いオリンピック・スタジアムが扱われる、こともある。結成以来、ユナイテッド・サッカーリーグに所属していたが、2010年に、アメリカ合衆国サッカー連盟2部、プロフェッショナル・リーグ・ NASL ・ディビジョン、さらに2011年から、北米サッカーリーグに移籍するなど、 結成以来アメリカ2部リーグ相当クラスで活動し続けたが2012年よりアメリカ1部リーグの MLS に参加。MLS に所属するカナダのチームとしては3チーム目になる。1993年から2007年まではクロード・ロビラール総合競技場でプレーしていた。なお B チームにあたるモントリオール・インパクト・アカデミーがカナダサッカーリーグ一部にかつて参戦していた。 元アルビレックス新潟、深沢一志博が日本人で初めて2005年度シーズンにモントリオールインパクトへ入団した。1993年、前年に解散したカナダサッカーリーグのモントリオールサプトを引き継ぐ形でイタリア系移民のサプト家によって設立。アメリカンプロフェッショナルサッカーリーグに加盟。1997年からは A リーグに加盟。2005年、 A リーグがユナイテッドサッカーリーグの一部に統合。2008年、この年創設されたカナディアンチャンピオンシップで優勝。2011年、北米サッカーリーグに加盟。SC バスティアから発送カマラを獲得。7位でシーズンを終えた。2012年、メジャーリーグサッカーに加盟。前年インテルとの契約を解除された。 ネルソン・ディバスやベシクタシュ JK のマッテオ・フェラーリを獲得。5月に行われたカナディアンチャンピオンシップは初戦でトロント FC に敗北。5月24日にボローニャ FC のマルコ・ディバイを獲得。7月には AC ミランのアレッサンドロ・ネスタが加入した。シーズンは東地区7位、リーグ12位に終わった。2013年。 ボローニャ FC からレンタル移籍でダニエレ・パポーニとアンドレア・アピサヌが加入。4月下旬から行われたカナディアンチャンピオンシップでは2008年以来の優勝を果たした。7月23日に UDR メディアからエルナン・ベルナルデジョ、26日にウィガン・アスレティック、FC からアドリアンド・ペスを獲得。2021年1月14日、チームは新チーム名。 クラブデフットモントリオール及び新しいロゴを発表した。2月25日にチームはティエリアンリ監督の退任を発表した。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。DP は特別指定選手を示す。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。